はーい、5時のヒロインよということで、はい、今日最高に実施しちゃす。 KP 一気一気ロキ、はいはいはい、飲まなきゃやってらんないっすよね。ゴールデンウィークが終了しましたと。もう今日から皆さんお仕事、学校始まるんですか？まあ私は家にいるんですけどね。よくある質問の中で私の年齢と職業、これについてはね、過去に一度説明しておりますので、再生リストの方にまとめましたので、そちらを見ていただければなと思います。あれ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 、ゆかり飲んでなくない？ウォウォ。はい、ということで、ただいまのお時刻5時15分ですね。ということでですね、私は今日もね、ダルダールイングリッシュのコーナーです。いや、ピラピーラーピラピーラーということでですね、早速進めさせていただきますので、よろしくお願いします。 I don't know、 知らないよ。どういった時に使えるかって考えた時に、やっぱり私が海外進出した時に、まあ向こうで結構話しかけられると思うんですよ。でそういう時結構ね、やっぱね、プライベートタイムの時に話しかけられると対応が難しくなっちゃうんで、 Oh! You are Tachibana? I don't know。 まあこんな感じですかね。はい、ということで、ただいまの時刻6時なんですけども、6時の読書の時間ということでですね、本日は私こちら読みたいと思います。ホリエモンの本音で生きるという本ですね。これも結構ね、有名作なんですけども、読んだことなかったんで今日読んでいきたいと思います。はい、おはようございます、立花です。ということでですね、今回印象に残った言葉がこちら、やってみないと自信はつかないと。やっぱりね、どの本にも書いてあるんですよね、自信が重要だっていうことが。やっぱね、自分がやったことないことにチャレンジすることによって自分に自信がついていくと、その自信を今後の自分のキャリアで生かしていくと。やっぱ自信って大切ですねって思いました。あら、今日いいお天気ですね。雨のち晴れるや。最近ね、間食多いからね、太っちゃうよね。ブラいつでもどこでも私の素敵な家族、あたしんち朝食作るやし、オートミール。はい、テンチームさん、聞いてください。あなたのこと愛してます、コラボお願いします。ゲコが。はい、皆さんお待たせしました、豆乳を、豆乳と回り回ってさ、今キャサナリアタ未来サバイバー。はい、こちら、エネミーコントローラーを発動。残酷なバナナのように、少年よバナナになれ。この世のすべての食材に感謝を込めていただきます。はい、皆さんお待たせしました、初手ベーコンエッグや。で、オートミール行くと見せかけの鮭です。はい、そしてオートミールを口に含んでいきますよ。インスタにいっぱい DM いただいてたんですけども、昨日まで全く気づきませんでした。なんかインスタのあの紙飛行機のマークの部分が全く光ってなかったんですよね。しばらく時間が空いてしまったんですけども、まあある程度の人には返信させていただきましたので、インスタ、ツイッター、DM どしどし募集中です。まあ全員に返信するとは限らないんですけどね。返信もらえた人はラッキーだったっすねって思っていただければなと思います。まあなるべくね、コメントは返したいんですけども、なんか最近コメントたくさんいただいちゃってるみたいで、本当にありがとうございます。まあ極力返信するようにはしてるんですけどもね。あとアニソンのリクエストが好評すぎて、それに関しては本当選ばれた人ラッキーっすね。自分の最善を尽くすつもりでね、これからもね、コメント返信などはやっていくつもりですので、よろしくお願いします。皆様からの温かいコメント本当に嬉しいです。もうどんな些細なコメントでもいいのでね、どんどんコメントください。まあ、皆様の応援があってこそね、私のルーティーンが成り立ってると思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。ごちそうさまでした。昨日は最高の一日になりました、ありがとうございます。今日も最高の一日にします。はい、ということで、筋トレのお時間ですと。今日はですね、腹筋を追い込んでいきますよ。ということで、いくぜ。はい、皆さん、お疲れ様です。
いや今日も暑いですね。さてのブルーベリーソース味と筋トレは30分が個人的には一番合うかもしれませんね。やっぱオーバートレーニングも良くないと思うんで、まあたとえ30分だとしてもね、やるとやらないじゃ差は出るかんね。やっぱね、運動不足はね敵ですよ敵。やっぱ運動する習慣って大切だなって思いました。はい、ということで大好評アニソントレソジオコーラーということでですね、本日も皆様からリクエストいただいた曲の中から一つを抜粋し、私が歌わせていただくんですけども、このコーナー好評なんですよね。いやー、リクエストいっぱいいただいちゃって、まあ私の独断と偏見で歌いたいやつ歌うんですけども、本日選ばさせていただきました曲はですね、まあ今までねこのアニメの曲一回も歌ったことなかったので、私このアニメね好きなんですよね、キャラクターがね、てかもうゲームも、まあスイッチが手に入ればね最新作の方もプレイしていきたいですね。ということで、アニメポケットモンスターより目指せポケモンマスター、ポケモンゲットだぜ。たとえ火の中、水の中、草の中、森の中、土の中、雲の中、あの子のスカートの中、キャー、なか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 大変だけど必ずゲットだぜ、ポケモンゲットだぜ。いや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 、さらっちゃうにさよならバイバイ、俺はこいつと旅に出るピカチュウ、耐えた技で勝ちまくり仲間を増やして次の街へ、いつもいつでもうまくいくなんて保証はどこにもないけど、そりゃそうじゃ、気で生きてるこいつたちがいる。ああ憧れのポケモンマスターになりたいな、ならなくちゃ絶対だってやる。あのサビが思いのほか高くて、はい、ということでガチャタイムのコーナーなんですけども、まあ最終日ぐらいいい結果に終わりたいですよね。止まりましょうね。あ、なんか強そう、いいね、止まりますよ。うわー、なんか絶対違う武将シリーズっぽいな。いやー、終わらない終わらない、頼むかー、なんかフェスゲンじゃないっぽいですね。終わってしまったんですけども、あ、これワンチャン確定室じゃね。はい、はい、ということで、まんま立花のクッキングスタジアムで大好評、その店廃業まで追い込んでいいですかのコーナー。ということでですね、本日は白米とこちらのお刺身を使ってですね、某有名回転寿司チェーン店を廃業まで追い込みたいと思います。はい、ご飯に酢入れます。はい、シャリ作り終わりました。はい、そしてわさび塗り終わりました。なんか思ったより私ちょっとセンスありますね。はい、海苔巻いていきます。この世のすべての食材に感謝を込めていただきます。はい、ということでですね、人生で初めて寿司を握ってみました。これサムネこだわりたいですね。こんな感じで、こんな感じでいかがでしょうか。表情豊かな歯がいいですね。はい、寿司三昧ということでですね、早速いただいていきたいと思います。いやー、なんか思ったより私センスありますね。でもちょっと勝てるか不安なんだよな。いただきます。これスシロー廃業まで持ってけますね。いやー、勝ちました、勝ちました。今日はですね、温かいお茶を入れてみました。なんかスシローさんのことを廃業まで追い込んでほしいって人があまりにも多くて、みんなスシローさんに親でも殺されたんですか。私はね、スシローさんのこと好きですよ。まず名前がかっこいいですよね。他の寿司チェーン店がはま寿司、くら寿司、かっぱ寿司、なんとか寿司で勝負してるところにスシロー。まあスシローさんの方ね、よかったらねコラボお願いします。私人生で一回もスシロー行ったことないんですけどね。いやでも本当に好きなんですよ、名前がかっこいいですよ。なんかみんなが廃業に追い込んでほしいって。誰がね、スシローを変えたい。人生初寿司握ってみたんですけど、いや結構楽しいですね。さ、自分で握っても思ったより形整えられるんですよね。もしかしたら寿司職人も目指せるかもしれないですね。
寿司食いね、テレレテレテレ寿司食いね。はい、寿司三昧。寿司で笑いを取ろうと思っても思いつかないんすよね、ネタだけに。いや持ってんね。お疲れ様でした。はい、ということでただいまのお時刻1時ですね。ということでですね、ピカチュウ最初はこの技をお見舞いしやれ。眠る。いや、サトシの IQ1。 おやすみなさい。はい、ということでただいまのお時刻2時ですね。ということでですね、私が今日もオンライン学習の方をやらせていただきますので、対戦よろしくお願いしますよ。はい、こんにちは、橘です。ということでですね、本日はダメな登録者の集め方について調べてみました。プレゼント登録はですね、大物 YouTuber さんなら OK だそうですね。プレゼント配りますよ、ですのでチャンネル登録してくださいっていうのはダメらしいですね。なんでかっていうと、その人自身への魅力がないから、動画の再生平均視聴維持率とかをその後保てないので意味がないらしいです。で、トレンド動画で登録、これ炎上ネタですね。まあやる、私はやるつもりないんですけど、そしてですね、やっぱ無理して登録者を集めても意味がないので、やっぱ登録者数はね、その人の魅力で増やしましょうということで渡すので、私はね、これから自分自身の魅力を高めていきたいと思います、というのが本日のオンライン学習の内容でした。はい、ということで、はーい、3時のヒロインよ、ということでですね、私は3時の完食のお時間ですよ、ということでですね、本日は何を食べるかというとですね、こちら、ホイップコロネですね。いや、美味しそうですね。いただきます。自粛のストレスで甘いものが。いや、美味しいですね、ホイップコロネ、甘くて。でも今後はやっぱ、完食、自分で完食作るっていうのもありですよね。某有名ドーナツチェーン店を廃業に追い込んだり。まあ、その場合は昼飯の時間をちょっとね、カップ麺にするかもしれないですね。あら、気づかぬ間に最後の一口。いや、参りました。ごちそうさまでした。はい、ということでですね、本日印象に残った言葉なんですけども、これですね。量が質を作るのであって、その逆はない。いや、これは本当に的を得てるなって思って、YouTube を始めてから動画投稿毎日続けてきたんですけども、明らかにクオリティが上がってるんですよね。質が？やっぱね、質より量だなって思いました。はい、ということで本日の感想なんですけども、感想というかお知らせなんですけども、もしかしたら勘のいい人はもうすでに気づいてるかもしれないんですけども、最近ですね、私の動画のタイトル、まあ理想の自粛ルーティーンの後の部分ですね、こちらですね、実はね、 TikTok のコメント欄からね、抜粋してるんですよ。まあなんでこうしたかっていうと、結構ね、 TikTok のコメントって的を得ているっていう部分が多くて、その動画に的確なコメントをすると、まあいっぱいいいねがつくじゃないですか、そのコメントの隣に。ことは、この動画のタイトルってやっぱこれなんじゃないかなっていう方針で、まあ何が言いたいかっていうと、簡潔に申しますと、あなたの TikTok のコメントがですね、動画のタイトルになりますよということで、TikTok に上げた動画で、まあそのコメントをしていただいて、そのコメントにハート、隣のハートにいっぱいいいねがついた人のコメントをですね、私の動画のタイトルにさせていただきますので、もしね、よかったらチャレンジしてみてはいかがでしょうか。面白いコメントお待ちしておりますということで。はい、最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録の方、よろしくお願いします。